コロ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 。じゃんじゃん、菊池市。菊池のびっくり案が出す旅、口の悪いよくしゃべるキャラクターに、あの高級果物狩り体験、さらにはびっくり仰天の丼が登場。さあ、最近くまモンの気持ちが少し分かってきた気がするというさえちゃんです。そうなんです、うん、でもそれは私の思い違いでした、うん、分かってない。ということで今回は菊池市編です。どうぞ。皆の衆元橋カールを打つのじゃ。なんで僕が打たれるの。ちょっと待って、私じゃないでしょうが。これ菊池一族をねイメージした甲冑、誰でも着ることができるんだって。着付け、この着付けは菊池観光協会で体験できますよ、はい、さあまずはサイコロで今回のお題を決めましょう。4番はなんだ。菊池のびっくりを探すもん。菊池のびっくりを探しているんですよ。菊池くんもびっくり。菊池くん、はい、で何ですか。菊池くんっていうキャラがいるんですけど。いるキャラ、はい、おしゃべりします。手は5本、足が5本だけ茶色とか頭がメロンの形とか美術館にいるという菊池くんを訪ねてみました。その姿とは。何？え、可愛くない。あんた何だよ、ゲストの向かいに騒ぎにあって何と。喋った。全体を菊池の特産品や名所で表したまとまりのない姿。頭はメロン、眉毛は温泉、足は酪農など、腕の水田ごぼうは曰くつきです。ああ。これね、水田ごぼうの農家の人が見てすごい言わせた。菊池のごぼうは白かったって。間違ってるじゃないですか。間違ってるじゃない。いろいろ大人の事情くさ。これからの野望を聞かせてください。クマモンが倒す。お、いいよ。お前言うところで飛行人のほら強いけんね。背負ってるままにあるけんね。あ、やばい。なんだよし、行け。弱い。菊池のびっくりを菊池くんにも聞いてみよう。見たね。今ね、俺の頭だよ。メロン。こっぴくすぐみゃけ。いいね。また玉が生まれた。アボタンナンパするっけ。え、中に入ってんのジョージさん。おい、メロンちゃん。え、違う。中って何。待って、中って。おい、ちょっと勉強せよ、マジと。叩くなって。叩くなって言って。菊池くんに教えてもらったメロン農家さんを訪ねてみました。すいません。こんにちは。こんにちは。どうも、こんにちは。こんにちは。はい、こんにちは。すいません、ちょっと今くまモンと。くまモン。生まぎ実った菊池のアールスメロン、一玉およそ3000円の高級果物のびっくりとは。あのお客さんの方に収穫体験というのもやってるんですよ。初めて聞きました。いちご狩りみたいな感じでメロン狩りっていうことですか。なんと自分の目で見て触れて納得の一玉を選んで収穫できるんです。来月からはこのアールズメロンが体験可能ですよ。はい、やったー。これを収穫してメロンドームに持っていくわけですよね。そしてメロンドームでその光センサーの上に乗せて一個一個光センサーで測るんです。収穫したメロンをこちらのメロンドームへ持っていくと糖度検査器にかけてくれ甘さを測ってくれます。甘いメロンで糖度14度くらい。しかし菊池のメロンは15度以上。さすがは菊池の特産品です。美味しそう。いただきます。くまモンが果肉トロトロで甘い果汁がブワーッと溢れてくるね。まだまだありそう。菊池のびっくり。こんにちは。お疲れですね、きっとね。今菊池のびっくりを探しているんですが、菊池福丼ですかね。菊池の福丼っていうのはこの辺りでは有名なんですか。うん、なんか有名みたいですよ。お皿に、はい、あの丼にご飯を盛ってるんですよね、はい、お肉とか乗せてから、はい、それをお皿に返してびっくりして、
食べていただく。なんだかよくわからないので、はい、菊池の福丼を提供しているお店へ。はい、菊池の福丼とんでもないです。まずここのですね上の皿を取っていただきます。はい、せーの、ポッ。もうびっくり仰天の菊池の美味しい美味しいお米でございます。蓋を開けるとそこには菊池米の上に水田ごぼうのきんぴらが乗っただけのご飯。これだけ。そしたらですね、まずまたもう一度先ほどの蓋をですね、うんうん、もう一回かぶせてください。わかりました。上と下をしっかり握ってですね、くるっとひっくり返していただきます。できる。いくよ、せーの。すごい。今度上の方が蓋になりますので上を外していただいていいですか。いきますよ、せーの。うわ、どうだったの。ひっくり返すとビッグポークのカツにキャベツ、錦糸卵がこんにちは。面白い。ご飯の下にヒレカツが盛り付けられている菊池の福丼なんでん返し。楽しく食べて福を呼び込もうと、このお店の他に菊池市の飲食店11店舗で趣向を凝らした福丼がいただけます。何ですかこの柔らかさ。さっぱりとした甘酢が本当によく合いますね。結構合うんですよね。おいしい。ひっくり返してびっくりですね。そしてタレかけてびっくり。もう菊池のね福丼、これでもう幸せいっぱいですよね。さあ今回びっくりにたくさん出会いました。お題びっくりを探すもんクリアでいいかな。クリアです。菊池の福丼面白いですね、先生ね。面白いですね、あれね。楽しい、アイデアがいい。そうなんです、まずご飯がこう、ね、全面的に見えていたのは、菊池の美味しいお米だけをまずは味わってほしいと。その後にひっくり返すと、びっくり、二度美味しいという、そういったね、びっくりも感じてほしいということなんですね。なかなかないよね、そんな丼。よく考えられました。いいですよね。で、菊池市では他にも11店舗で福丼、福丼っていうのは菊池の美味しいものがね、はい、たくさん詰まっているんですが、はいはい、その中の4店舗でこのどんでん返しが楽しめると。そのうちの4店舗でね、はい、他にもね、ステーキとか野菜炒めのどんでん返しがあるそうです。いいですね。では今回訪れたお店の、紹介です。はい、菊池の福丼どんでん返し、今回はひまわり食堂にお邪魔しました。電話番号は0968245050。そして12月31日までは菊池のどんぶりスタンプラリーも11店舗で開催中です。メロンの収穫体験は、10月からできます。問い合わせは菊池観光協会0968250513、0968250513です。ただメロンの発育によっては、うん、収穫体験ができないこともありますので、うん、お電話で一度確認をお願いします。いずれにしても来月からですね、メロンはね。そうですね、はい。次にくまモンと訪れるのはこちらですよ。サイコロ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 。お、いいね、気持ちがいいね、投げがい